はい、どうもみなさん、こんにちは。でございます。それでは、あーん、続きやっていきます。てんてんてん、帰れ。花ちゃんかな今まではさ、この1階から出たからさ、この地下駐車場まで来るやつはいなかったから帰ってたからもしかしてなんか他の作品に使うの嫌だけどさ、固有結果みたいなもん。自分の心象風景を映してさ、この迷宮が彼女の内面。これ何、アイスのバーみたいな。あれが車を停車させるための停車線みたいなもんか。停車線とか停止の意思か。 この車、好調のっぽいな。上にもあるな、同じの。えうわぁ、引き返せ。声が音量。まあ、なんか前回さ、わかんなかったけど、結局、やったのはさ、やっぱそういうことなんだね。あのー、女学生と取引というかさ、それ以上進むな。でさ、取引ならさ、男子生徒にもしろっていうな。いや、知るよって、そう言っちゃいけんけどさ、女生徒だけだよな。そんはやっぱ自分の趣味なんじゃないと。それ以上進むな。嫌でーす。 本当は俺も進みたくないよ。進みたくないけどさ、ゲームの都合上仕方ないじゃん。最後の警告だ。殺せ。サムライト、殺すぞ。AB は点点点だね。でも、この奥トリガーだな。この奥行ったら話が始まる。行くっきゃね。てレンアンさん、あのロッカーは、こんなことって、やっぱここが始まりだな。あの子の心象風景っていうのもあながち間違ってはいないな。ここが、アイズの心臓みたいなもんやめろ これを持っていけ。そして、二度と来るな。鍵マスターキー。さあ,あ、今すぐ帰れ。はい、一旦セーブして。さあ,あ、セーブしましたよ。どうすっかね。帰るか帰らないかという選択な。一回目はまず開けよう。マスターキーでロッカー開けました。あ,あ、外国っか。なんでマスターキーじゃないとロッカー開かれんだろう。これは。やめろ、や,や,やめろ、やめろ、やめろ。マスターキーくれたのはお前やん。お前ら、よくも、こんなことをくっ、あさん、捕まってください。

アンサンおいやお前オフラハイヤあいつエクソシストエクソシストやっべー来てるわー,ーやっべバーチャバーチャバーンホワチャバーやっべあっちょっとあっぷれやべきた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  制限時間的に間に合わんねん。でもあれなんだな。意外とあいつ、まあ、エクソシストの格好だからしょうがないけどさ。この格好、M 字回転だからめっちゃセクシーな。でもこれあれだな。こういうこと言うとあの子怒るかもしれんけどさ。あの格好さ、M 字回転だからさ。これで死ぬと結構セクシーなんだよな。しかも前からピアノ来たな、あれ。いやー、いあとちょっとだった、今。よし、いた。いったセーブ挟んで。うわー、そうか、そこもあったな。あと2回しなきゃいけないしょこれ あ、もう一回死んだわ。やっべえな、これ。うわ、押すのか、これ。あー、まずいよー。ぶねえ。またセー以次はなんだマネキン。うわ、あとちょっとやったな、今の。よし、いった。あとは。おー、来てる来てる。あと一本道だよ、これ。いけ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 。抜けろ、抜けろ。OK、抜けた。ビューフともしません。 めっちゃ後ろから来たな、あいつ。アンさん、鍵です。鍵を使ってください。えないよ、お前。ない。なんですってアンさん。鍵を落としてしまったのですかどの辺りですかもうないっしょ。これ立ち落としていたらダメです。一刻も早く。ああ。アンさん、逃げて。お。個別バトン。何めっちゃ叫んだよ、大津。勝ったもしかして。エビン、勝った 全身が痛い初めて喋っためっちゃ心臓鳴ってる警備員を無視して奥進むと鍵あったわマスター機ゲットすごく疲れたでも進むしかない俺れ冷めまいがするいけるんだいけるんだちょっと待って一旦警備員見るか気絶か一旦出てみようかおー出れた あれ出たはずなのにデジズルはどうかループ見た目は大丈夫そうだけどてん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 が消いてるいれてないーまだ閉じ込められている警備員ともはぐれたーえー このポーズすごいさ、横から見るとお腹空いてるなっていう方にしか見えないよ。どこが出口こっちが出口こっちが出口っぽいね。また5回分戻る、これ。あの女の子は成仏しないよな、絶対に。なんせ怒り買ったもんな。成仏するわけないもんな。黄色い学科やなー。まあ、こんなん誰か作ったけど。ANN。N N あんあんじゃんよく気づいたな俺。アあんって書いてあるわ。えあどんどん暗くなる。どんどん暗くなる。上に戻っても暗くなる。一緒か。真っ暗闇にりなり暗んえニューレジスタントオブザスクールもう一人の学校のエジューサージエンズ。ああとらわれた。 永遠に学校に閉じ込められた。終わったー、エンドウま、あ本当にね。まあ、というとこでね、本日終わるかなっては思うんですけどね、さすがにこれだとね、消化不良感あるから、ここで、奥に進もう。果たして何があるのかめまいがする。奥行って何があるんだここは何だあ、ピアノか。ここ入れる。あ、デジタルアカとか教室だ。ここは出口じゃない。 ここデジタルアートなんだ。ここはピアノピアノ学科の教室事件ねじまかってんなぁ。ここは彫刻彫刻か。ここは出口じゃない。で、ここはデザインか。ファッションか。間違えた。デザインじゃない。ファッションだ。えあ、警備員のメモ。だね。じゃあ、この先は何でも、54321って感じで学科の扉があるってことはあ、展覧会本当の出口か、ここは。 ここはどここれは何あ、文学。あ、あの4個以外もあるんだな。文学学科。生徒は、うんにドラフト、うんに承認、うん、必要があります。最終、うん、最終、うーなんってなるね。これは親愛科。あ、本なんだね。これは伝統絵画学科。 テーマ、え、て生徒は、え、自身で、え、を描く必要があります。スケッチとは、え、承認する、え、必要があります。着想塗装は、え、か。結構あるんだね、学科。俺が知らんかっただけで。誘惑。これ、木工学科なんだね。木工学科は、誘惑。生徒は、え、を置き算す必要があります。え、以外の、え、の木材、え、の色は。あ、なるほど。生徒が、なんか誘惑っていうタイトルつけたわけじゃなくて、誘惑っていうテーマで作られてるんだ。 なるほど。だから成功なんだ、テーマが。3D デザインか。えー、テーマ、アナトミー。生徒は、うんをスケッツしております。うんのモデリングは、うんで行う必要があります。生徒は、うんを使用しも変えません。なんだろう、ユニティとか、ブレンダーとかかな。3D オブジェクトって。これはアナトミーなんだね。あの、ぺタ文字は。え ?2 号館か。あ、あったにすれば2号館。いけない、行ってないとこだけど。 何号館に来たのこれ、これはこれ、アンの作品それとも、ハンの作品何これあな<あ>何セキュリティー。ああ。ラデーショナルデパートメント。え、じゃあ、セキュリティ、やっぱこれ、閉じ込められたあ。いやー、顔。真顔。 セキュリティ。なんでボスの演出出んのよ、お前ここで。<noise> アンさん、見つかってよかった。お前戦うのか、じゃあ、お手がはありませんか一人で歩き回っておきません。例えば危な。はあ、バレてしまったようですねって感じ。どっちだ襲ってくるかそれとも、話し気になるだけかアンさん。アンさん、待って。あ、でも、優しそう。隠れた。アンさん。 何をしているんですか逃げてる。あー、こっからは自分だ。はい。というとことでね、本日この辺で終わろうか。うわ、すごい気になる感じで終わるね。いや、次回何なんだろう。セキュリティは何なんだろうね、本当に。いやー、楽しみだ。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。